はい、おはよう。今日は12月6日なので、ラブ&シオンくんはいっぱい、もう2ヶ月半くらいかな、なんかもうざっくりになっちゃいました。そして10日の日に譲渡会なので、もうあと4日だよ。あんずちゃんも1ヶ月、もう分かりません、たくさんになります。あとでちゃんとした日数を、言いますね。で、朝起きたらですね、結構なことになっていました。あんずちゃんもトイレがぐっちゃぐちゃになっているし、同じようにラブシオくんたちになっています。まだ外に出す前にですね、ちょっと匂いもすごいことなので、掃除だけ先やるね君たちね。その後ね、ジャン君をなでなでしたりして、そしてから外出ですよ。緊急お掃除タイムスタート。まずあんずちゃんね、あんずちゃんもよいしょ、これは慣れてきたっていうことで捉えていいですか。あんずちゃんだいぶ暴れましたね、君も。はい、あんずちゃんは今下を掃除しているので、ベッドにこれは避難ですね。ちょっと怖いかなと思ってるってとこでしょうね。下はだいぶ惨状になっていましたが、それは多分遊んだ感じですね。まき散らしてありました。で、うんちそのものは健康です、大丈夫です。さあ、一度掃除を済ましたら、ラブシオくんたちはどうしようかな、外に出した後の方がいいかな。だいぶ大変なことになってるから、一度なんかね、カーテンもだいぶ引き込んでて、カーテンそのものもかなり傷が入ってるね。爪を引っ掛けて引っ張ったような感じ。なんかね、一回外に出てから遊びがしたくなっちゃってるかもね。でも外に出た時さ、裏にいたからさ、遊んでないけどね。まあね、なんかでも少しエリアが広がって出たい感じなのかな。その前にブラシでもいいから、ちょっと触れるようにしよう。はい、
じゃあ、ジャン君のなでなでは、まあ、おいママさんに任しておきますよ。はい。ちょっとこっちの掃除を。そうか、もう出しちゃってもいいかな。ほんと、うん、いいよ。結構大掛かりな掃除になるので。ジャン君出しちゃうとね、ベッド、逃げちゃうか、机の下とかに、うん、もうちょっとだけ待って、逃げちゃうからね。よしよし。じゃあ、ポンちゃんを撫でてくる。うん。ポンちゃんは鍋の中にいます。なでなでしてからね。ねえ、ジャン君。はい。ジャン君。ジャン君、近い。かわいい、ジャン君。ジャン君、かわいいです。ところが気持ちいいんだよね、ジャン君ね。クシュクシュ、うん、気持ちいい、気持ちいい、気持ちいい。キャリーの中敷きがなぜか外に出てる。これも引っ張り出したね。引っ張り出した。あれ？どっち？手を伸ばして爪で引っ掛けた。あ、昨日も出して下の方まで行ったからまた拾って奥の方、一生懸命こう届かないように入れといたんだけど、届いちゃうんだね。アンズちゃん手長いのかな。うん、腕が細いからさ、うん、隙間から腕に1回まで伸ばす。うん。昨日もね、ちょいちょい出して遊んでて、良さそうだからね。はい、気持ちいいのね、ジャン君。ジャン君のぐるぐるが聞こえるかなと思って。ね。ジャン君、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 ジャン君。
よし、それじゃあ出すよ。よろしく。ではでは、いきます。シワスのお掃除もスタートです。はい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 、いってらっしゃい。ちょっと音させるだけで走ってくる。うん。あら、今度はティッシュに顔を突っ込みました。いろんな遊び道具を開発するの。